はい、こんにちは、僕です。素晴らしきこの世界、続きをやっていきましょう。今いるのは教会の川。前回ね、ゲームマスターの小西を倒したんだけれども、コンポーザーも倒しに行くのかな。この先にコンポーザーがいるのか。ここを越えたらもう戻れない気がする。グズグズしてらんねえ。覚悟はいいか。行こうか。特にね、今できることないよな、これ以上。よし、行こうぜ。行くわ。存在しないものの道。なんかね、マップの名前がね、特殊だよね。え？中二病的名前。待て。どうした？後ろから何か来てる。後ろから？ここどこ？暗いし怖いし。っていうか臭いし。誰？え？四季。本物かな？あ、ネク、それにビートも？え、なんで四季が？どうして四季がこんなところに？本物かな？気づいたらここに一人でいたんだけど。あれじゃねえか。鉄仮面倒してゲームクリアしたからじゃねえか。ゲームに勝ったのに、なんで四季は生き返らないんだ。死神に騙されたのか？それとも。で、ここってどこ？みんな生き返れたの？いや、違う。そうじゃない。ここは渋谷川だ。アンダーグラウンドの。アンダーグラウンド？どうして？私、生き返ったんじゃないの？え、どこまでの記憶があるんだろう？俺のせいなんだ。俺のエントリー料に四季が。ごめん。え、私がネクのエントリー料？ってことは、頭の回転が早い。え、なんで？嘘。それって、超嫌だ。なんか照れるんだけど。っていうか、ネク、キャラ違くない？あれからもう2週間経ってるんだ。いろいろあってさ。四季が消えてから、本当にいろいろ。あ、ほら。こうして会えたってことは、ネクが勝ったってことでしょ。だったら一緒に生き返れるんだよね。そうもいかないみたいだ。なんで？どうして？ゲームマスターは倒した。でも、あの白い部屋に呼ばれない。俺らルール違反しまくったからな。予想はしてたけど、ゲームは無効になってるんだろう。ゲームが無効？じゃあ私たち生き返れないの？方法あるぜ。俺が新しいコンポーザーになる。どうやって？今のコンポーザーをぶっ倒すんだ。そっか。そっかって驚かないのか。二人とも、すごく真面目な顔してるから。方法って、もうそれしかないんでしょ？やってやる、絶対に。うん、そうだよね。じゃあ行こう。いや、これ本物の式ですか？コンポーザーを倒す。俺たちが生き返る方法はこれしかない。俺は。ネク、行くよ。急に式がね、出てきましたよね。何なんですかね。いや、覚えてないぞ。式が出て、またオブジェがある。ヨシオは？ヨシオも出てこないの？ねえ、何かあるよ。あのオブジェは。行ってみようぜ。こんなところでオブジェ作ってるの？え、ゼータ様。人が下敷きになってる。おい、こいつ。オブジェ死神。やられてる。マジかよ。こいつやばいぐらい強かったんだぜ。それがこんなにされちまってるって。もしかして、グラさんか？あいつがやったのか？北虹がまだ残ってるよね。わからない。でもね、北虹は指揮者だけどコンポーザーではないんですよね。けど、こいつ以上の力を持った誰かだ。でもよ、ラッキーなんじゃないか。え、どこか。だってよ、こいつを倒す手間が省けたじゃねえか。でも、それって。まあ、細けえことは気にすんな。俺たちがついてるってことだよ。よし、行くぞ。ゼータ様がやられてる。これは、あいつのキャップをゲット。バイヤーが偶然見つけて入荷したキャップ。南本の愛用品で、計算し尽くされたキャップ。これを被れば計算能力が絶対上がるかも。帽子いただきました、ゼータ様の。装備できるのかな？アビリティ2入手だよね。あ、ブランドガティートって読むんだ、これ。あいつのギャップ。いや、強えな。強えな、これ。
こっち変えとこう。HP プラス200だよ。攻撃力15。いや、他にもね、あいつの、なんだ、あいつの学ランみたいな感じの全身ね、装備があったと思うんだけど、確かお店で買えたはず。ウエストで。なんだ、下水道の奥にこんな扉があるの？いかにもな扉ね。ライム、もうすぐだ。あと少し我慢しててくれ。ネック、大丈夫？顔色悪いよ。いや、大丈夫だ。行こう。この先に羽駒さんがいるのかどうかだよね。え、なんで変えちゃった？あ、ここ。ここ、幹部がよくいる部屋？ここがコンポーザーの部屋なのか。この部屋は確か。この部屋は確か、北に違いた。死せる神の部屋。どういう意味なの？月刊です。あー、なんちゃらにやばい、なんちゃら。なんて書いてあるんだ？誰かいる。あ、北西がいるじゃん。待って、他の人話聞いてみようか。他の人ってか、ビートしかいないや。うわぁ、渋谷川の奥にこんな部屋が。おい、奥に誰かいるぞ。北西がいる。すげえな、娯楽部屋だよね。ようこそ、参加者の諸君。いや、君たちのゲームはすでに終わっている。今や彷徨える死人といったところだな。やっぱダメだったんですか？あなたは、クックラさんかよ。コンポーザーはどこだ？なるほど、君たちが。コンポーザーに会ってどうするつもりかな？決まってんだろ、コンポーザーをぶっ倒すんだ。諦めたまえ。君たちはコンポーザーを見ることすらできない。何？コンポーザーは人類の幸福を第一に職務に当たられている。いわば、さまよう人類を正しい未来へと導く存在だ。故に、コンポーザーの行動は常に慈愛に満ち溢れている。そんな高尚な存在を、君たちのような利己主義者が、見ること、ましては触れることができると思っているのか。君たちとコンポーザーとでは、次元が違うんだよ。言ってる意味がさっぱりだぜ。俺はやる。俺がコンポーザーになって、全員生き返らせるんだ。それだよ。その外欲が全ての苦しみの原因だ。なんだよ。他人を顧みない利己主義がこの渋谷を転落させた。この渋谷はコンポーザーによる再生が必要なのだ。それを邪魔することは誰一人決して許されない。なんだ、誰だ、指揮かな。うわぁ。指揮？赤くなってる。意識がない。なんで？おい、てめえ、指揮に何をした？戦うんですか？誰と？指揮と？指揮は何なんだろう？この本物の指揮なのかね？ちょっとね、信用できないんだけど。いや、北西だな。北西と戦うの？指揮は？指揮はどうなったの？いや、四季が出てきたよ。なんか右に四季がいるよ。これ四季を狙った方がいいのかな？ちょっと待って。ニャンタンがうざいんだけど、いなくなった。え、なにこれ？なにこれ？ちょっと待って。危ねえ。何今の？時間遮断って何？ちょっと待って。動けないんだけど。いや、なら、ちょっとずるいだろ。いって、ダメージでかすぎんだろ。時間遮断っつってね、時間を止めてくるんだけど。これしんどいな。さすがに時間止められたら何もできないよな。でも時間止めても何もしてこないんだけど、何なの？まあ、倒せないことはないかな。今回ね、回復をつけてきてるんで、ピースフルをつけてるんで、まあ、勝てないことはないと思う。ちょっと、ニャンタンやめろ、お前。ニャンタン。これまた四季はレッドスカルバッジをつけてんのかな。だから操られてるってことですかね。それぐらいしか思いつかないな。倒しました。いや、シンクロ技がね、とても強い。一気に削れてるよね。よかった、倒せて。いや、でもね、今北西ね、人の姿だったよね。ノイズ化してないんだね。幹部なのに。普通の見たま。
良そうな街。どんな効果かな。靴もみ玉。ライトニングルーク。空間をタップすると、メクからその方向へ雷が発射。やったか。やってないやつか。さすがは選ばれし者か。消えた。やったぜ。あとはコンポーザーだけだ。指揮は？なんだ？指揮は？治ってない。指揮。俺たちのこと分かってねえ。なぜ指揮が？そうか。指揮は確か。あれを壊せばもしかしたら。ダメだ。このままじゃ俺たちがやられる。仕方ねえ。こうなったら、許せ、指揮。やめろ。指揮に手を出すな。バカ、危ねえ、後ろ。にゃんたん。にゃんたんの目も赤いんだけど。え？あ。レッドスカルバッジ、壊せるんだ。ビートは？指揮は、なんとか止まったな。やっぱり。やっぱりこのバッジのせい。コンポーザーの、金駒さんのせいなのか。おい、ビート、しっかりしろ。ダメか。ビート、俺をかばって、指揮の攻撃はまともに。二人とも意識がない。指揮も死神も、渋谷も。みんな羽駒さんに操られているのかよ。どうして、どうしてこんなことするんだ。俺は戦うしかないのか。くそ。どうなるんでしょう。でも進むしか。取れていくしかない。コンポーザーどこにいるんだ。え、ビート離脱？一人になっちゃうの。どこにいるの。いないよ。どこに行けばいいんだ。この部屋にはもう何もないんですかね。いや、北虹もね、随分あっさりと終わったよね。帰れないし。帰れないの？いや、できることとしたらこれかな。あ、なんかある。待って、何これ。扉があるよ、ここに。どういうこと？裁かれし者の道。え、グラフィティが書いてある。間違いないじゃないですか。金駒さん、キャットって書いてある。え、羽駒さんってコンポーザーじゃないよね。このグラフィティは。いつも、いつもそうだ。あんたの作品はどれも、もっと楽しめて、俺を励ましてくれた。ヘッドホンで閉ざした世界にも、あんたのメッセージはしっかり届いてた。だから俺、いつもあの場所でグラフィティを見てたんだ。それだけで本当に楽しかったんだ。だからあんたがキャットってした時は、正直震えた。あんたと初めて会った時から何か違うって感じた。あんたが言うことは不思議と信じられると思ったんだ。尊敬できる人にやっと会えたと思った。それなのにどうして。でももう迷わない。あんたに、羽駒さんに出会えたから。本当にこの先にいるの羽駒さんかな。四季ビート、よしわタイム。みんながいたから俺ここまで来れた。だから戦う。覚悟を決めて。この先は何がある。審判の部屋。なんかクライマックス近いんじゃないですか、これも。ここは？出てこい、コンポーザー。俺と戦え。俺があんたを倒せばいいんだろ。それがあんたの望みなんだろ。出てきて。出てきて俺と戦ってくれ。羽駒さん。羽駒？誰だ、それは。誰？お前は？ラッキー倒したはずじゃん。北虹生きてた。なんかやけにあっさりしてるなと思ったよね。こうして会ってみるまで気づかんとはな。だがそれも面白い。ゲームが盛り上がるというものだ。どういうことだ。そうだな。答え合わせをしようか。少なくともコンポーザーは君が思い描いている人物ではない。それに
コンポーザーはここにはいない。ここにいたのは君がアンダーグラウンドに来る前の話だ。残念ながら今は不在だ。コンポーザーがいない。それ以降は俺がアンダーグラウンドを取り仕切ってきた。金駒さんがコンポーザーじゃない。全部お前がやったのか。そう、すべては俺の計画だ。どうしてこんなこと。ネク君、君は音楽が好きか。え？旋律、演奏者、楽器、これらは音楽を構成する重要な要素だ。しかし、至高の音楽で最も重要なのはそれらを導く優秀な指揮者だ。これは世界にも同じことが言える。一人の指導者のもと、人類が一つの理想に向かえば至高の世界となる。一つの理想、君も渋谷で感じたはずだ。怒り、憎しみ、悲しみ、妬み、恐怖、劣等感、数えきれない自分勝手な欲望がぶつかり合う不快な雑音をね。この雑音が増幅し、やがて犯罪や戦争を生み出す。個性こそこの世の不幸の原因なんだ。不幸の原因。この隔たりを取り払い、思考を共有すれば、世界は不平も不安もない幸福な場所となる。世界の思考を共有、そんなことできるわけが。できるさ、このバッジがあればな。できてました。そのバッジ、それもお前の仕業だったのか。コンポーザーの参加者バッジをベースに俺が作った。渋谷は世界の注目を浴びている。渋谷のムーブメントはやがて世界へ広まる。つまり俺は渋谷から出ることなく世界も救うことができる。渋谷を指揮台に世界の指揮者となるんだ。きっと君も新しい渋谷を気に入るはずだ。さあ、その参加者バッジを外すんだ。え？コンポーザーの参加者バッジがレッドスカルバッジの効力を打ち消す。え？そうだったの？君に俺のインプリントが届かない。このバッジがインプリントを防いでいる。参加者バッジが俺を守ってくれてたのか。君も人との交流が苦痛なはずだ。違うか。俺と共に新しい渋谷を作ろう。選択肢断るでしょ。断るでしょ。断る。あんたが言っている渋谷は確かに楽かもしれない。でも、そんなの渋谷じゃない。俺は確かに人とのつながりは苦手だ。だから俺は耳を塞いだ。けど、衝突を避けてちゃ何も変わらない。それじゃ世界が広がらない。今を楽しめない。ぶつかって初めて見えるものがある。その瞬間を期待して人は渋谷に集まってる。アンダーグラウンドで俺はいろんな奴らとぶつかった。だから今ならわかるんだ。渋谷は今のままでいい。一つ聞かせてくれ。君は人が好きか。人が好きか。なんだ、選択肢の応酬ですね。人が好きか。好きか嫌いか二択なんだよな。好きにしてみようかな。そうか。理解できないな。いずれにせよ、君にも変革が必要だな。戦うだけ無駄だ。パートナーがいない参加者は無力に等しい。君に俺は倒せない。パートナーがいないんだもんね。ビートどうなったんだろう。体が動かない。なんで立ち位置変えたんだ。俺は渋谷を救うと同時に君も救うんだ。このバッジさえなければ君も苦痛から解放される。君も浴びるといい、この救済の光を。はぁ、そういうこと。いや、ネク君ね、なぜか参加者バッジを2つ持ってたよね。やめろ。あぁ、壊された。ようこそ、新しい渋谷へ。え？なんともない。バカな。参加者バッジは壊したはず。なぜインプリントが効かない。そうか、やはり君が選ばれし者か。どういう意味だ。説明する必要はない。
説明する必要はもうすでにない。消えたまえ。待て待て待て、この俺を忘れてんじゃねえか。コンポーザー候補のビート様をよ。生きてたらよかった。ビート好き言ったはずだぜ。コンポーザーになるのはこの俺だってな。先に行っちゃうなんて水臭いよネク。私たちネクのパートナーでしょ。金子マスさんに言われたこと、もう忘れちゃったの？お前ら、ほらネクしっかりする。おいネク、一回しか言わねえぞ。もうおめえは俺のパートナーなんかじゃねえ。俺の友達だ。ほらネク、まだ全部終わってないよ。ああ、黒幕はあのグラさん倒せばいいんだろ。そうだ、三人いれば大丈夫。絶対にみんなで生き返るんだから。ああ、行くぞ。三人で戦う？あと三人。お前たち三人を消せば俺の渋谷は救われる。さあ消えたまえ。